単振動という振動を勉強します。まず、単振動とは、どのような運動でしょうか。まず、それを言います。単振動とは、等速円運動を、真横から見た運動のことです。この、等速円運動を、横から見ましょう。このようになります。この振動を、単振動と呼ぶことになっています。つまり、等速円運動の縦方向成分だけに着目したものが単振動なのです。先生、重りをつけたバネが揺れているみたいな運動ですね。はい、まさにそうなのです。重りをつけたバネの運動は単振動の代表選手なのです。では、ある質量の物体にどのような力が働けば、単振動になるのでしょうか。バネの運動が、単振動だとすると、バネの力を求める、この公式と同じような力が働けばいいのではないですか。ナイスです。その通り。つまり、この、バネの力イコール、マイナス、バネ定数×バネの伸び、という式は、基準点からの距離に比例する大きさの力が、物体を基準点に引き戻すように働く、という意味ですね。つまり、基準点から離れるほど、大きな力で引き戻されるわけです。物体に、そのような力が働くときに、単振動になる、というのが結論です。でも、それが、なぜ、等速円運動を真横から見た運動になるのかが気になりますね。その部分を説明します。重力のない状態での話です。今、これは、物体が、等速円運動をしている、ある瞬間の図です。この紐が、物体を引っ張っています。さて、単振動とは、円運動の縦方向成分だけを見たものですので、この物体の縦方向の位置と縦方向の力だけを見ればいいのです。物理では、縦方向と横方向は別々に考えることができましたね。まず、この単振動の変異を考えます。これは、ここに直角三角形を考えた時のこの長さです。この角度を θ とし、半径を r とすると、この長さは r sin θ となりますね。また、縦方向の力を考えましょう。等速円運動をしているこの物体にかかる力の縦方向成分を考えるわけです。等速円運動の加速度は、前のページでやったように、半径 r かけるオメガの2乗でした。よって、円運動している物体の質量が mkg である場合は、それにかかる力は、運動方程式 f イコール ma により、m かける r オメガの2乗となりますね。よって、この向心力の縦成分を求めます。この三角形を考え、ここが θ になりますので、m かける r オメガの2乗かける sin θ となります。これが、この単振動をしている物体に働いている力だと言えます。さて、この2つの式を見比べると、この力の式のこの部分は、この変異の式と同じですね。よって、この単振動の物体にかかる力の式は、m オメガの2乗、かける変異 x、と書き換えることができます。これが、単振動をしている物体に働く力の大きさです。ただし、変異 x と、物体にかかる力の向きは、反対になっていますので、ここに、マイナスをつけなければなりません。大切な公式ができました。この部分は、比例定数になります。つまり、この力は、
大きさが基準点からの距離に比例していて、向きは基準点に引き戻そうとする向きであるということを表している式です。あ、だからバネの運動が単振動になっているのですね。ナイスです。その通りです。このバネの力の式も、この式と同じように、基準点からの変位に比例するような大きさで、物体を引き戻そうとしている式なので、その運動は単振動になる、と言えるわけです。先生。でも、この比例定数の部分は、なんだか、意味がわかりにくい式ですね。そうですね。でも、この比例定数が役に立つのです。このバネの力の式におけるバネ定数がこの比例定数に相当していることがわかります。つまり、m オメガの2乗イコールバネ定数 k となっています。この式から面白いことがわかります。波のところで勉強しましたが、オメガイコール 2πf ですね。f は1秒間の回転数です。つまり、この式は、このように書けます。これを、f について解きます。このような式ができました。つまり、バネ定数と、質量が分かっていれば、この重りが、1秒間に、何往復するかが分かるというわけです。この比例定数の式が、とても役に立ったことがわかります。終わり。